皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。前回ですね、この PC9821CB、キャンビーですけれども、一応動作確認しまして、そのコンピューターとしては動作することが分かったんですけれども、ここのですね、はい、CD-ROM ドライブとフロッピードライブ、これがちょっと動作しないということが分かったんで、今回はですね、それをこう分解して、中をちょっとね、見てみようということで、前回の動画の最後のところで、ちょっとこの CD-ROM ドライブの一応開閉はこうできるようになったっていうところまでやったんですけれども、2、3回こう開閉してたらば、今度はガラガラガラっていう、こう、なんか空回りするような音がして、今度こそ本当に、こう、開かなくなっちゃったんですけど、多分最初の状態で、その、ベルトが多分空回りしてたんですね。それが内観表紙にこう、駆動がかかって、こう、開け閉めこうできるようになったんですけど、また何かのタイミングでこう空回りしてるか、それともベルトが本当に完全に切れちゃったかですね。で、もう CD-ROM ドライバー多分これ開かないと思うんで、結局ね、この分解してみないと、だからちょっとどうなっていくかわかんないんで、今回はですね、この本体を分解して、一応清掃するところまでやってみたいと思います。はい。はい、というわけで、後ろのカバーが外せました。20数年、30年近く経ってる割には、内部はそれほどひどくは汚れてないのかなと思うんですけど、この辺にはちょっと結構汚れが見えますけど、そんなにひどくは汚れてないのかなっていう印象なんですけど、とりあえずですね、この一体型になってるので、多分このモニター側と、こう、パソコン本体側が、これ分離できるんだと思うんですね。こうネジがありますから。で、こっちが本体の、シャシーというか、ね、骨組みで、こっから上がモニターの、骨組みになってると思うんですね。はい。なので、ネジをこう何箇所か外して、で、一部配線を外せば、このモニター部分と本体部分が分離できて、で、この内部のですね、機械にアクセスできるようになるんじゃないかと思うので、まずはこのモニター部と本体部を分離するところから始めたいと思います。はい。で、内部の掃除はそれからっていうことにしたいと思います。はい。はい。これから分解をするんですけれど、モニターの方にはですね、かなり高電圧のところが露出しているところがあるので、配線とかには、こう、浮かせずに触ったりしないようにしたいと思います。はい。はい。というわけで、本体部分とモニター部分がこう分離できました。で、最初はこの、本体のフロントパネルですね。このプラスチックのやつ。これを外さないとダメなのかなと思ったんですけど、どうやらこのフロントパネル外れないみたいなんで、そのままこの、つけたままこっちに外しました。はい。というわけで、本体の方がこう、あらわになったので、こう CD-ROM ドライブとフロッピードライブが見えてるんで、この辺をちょっと見てみようと思います。はい。はい。じゃあ CD-ROM ドライブとフロッピーってありますけど、多分こっちを外さないとフロッピー外せないかもしれないんで、まずは CD-ROM ドライブからちょっと外してみましょう。
と思ったんですけど、このまあスロットのこのスロットのまあ台車みたいなところとフロッピーと CD ロムのこの骨組みのところがなんかこう複雑に絡み合ってるみたいで、まあ順番はどうあれこう全部ちょっと外してみようと思います。はい、まずフロッピードライブ外れました。どうやらこの CD ロムタイプの下にハードディスクがあるんですけど、このフレームっていうか、これには CD ロムとこの下にハードディスクがこう一体になってくっついてるみたいなんで、まあ結局ハードディスクも外さなきゃいけないみたいですね。はい。というわけで CD ロムドライブとハードディスク外せました。多分この底面についてるネジを外せば CD ロムドライブはこう単体で外れるはずなんで、はい、はい、というわけで、CD ロムドライブとフロッピードライブを外すと割とこう中が見渡せるようになるんですけれど、はい、ここにインテルの i486SX、33MHz のCPU なんですけど、この当時はですね、ヒートシンクもついてませんね、これね。まあもう、放熱ファンは必須になってますけど、この時はこういう、本当にむき出しの CPU ですね。はい。はい、じゃあドライブ類もちょっとね、分解していきたいんですけど、ちょっとホコリが溜まってるっぽいので、ちょっとホコリを払いながらやっていきたいと思います。はい、これ CD ロムドライブになりましたけれども、はい、この、さらにカバーを外せばドライブの中にアクセスできるはずです。はい、トップカバー外せました。はい、で、テストで読もうと思っていた CD が中に入りっぱなしなんですけど、まあこのドライブの下側だと思うんですけど、こうドライブを開閉するのに必要なギアとかローラーがあって、そこにこうゴムベルトがかかってると思うんですけど、それが切れたか伸びて空回りしてるかだと思うんですけど、さらにこれ分解必要だと思うんで、さらにこれ分解していきます。はい、これで CD は一応救出できますね。はい、じゃあ次はフロッピーですね。大まかに清掃はしたんですけど、だいぶ、中の方が汚れてますんで、相当長い期間、使われていなかったんだろうと思いますけども、とりあえずバラしておきましょう。このシャシーをちょっと外しましょう。
頑張ります。はい。というわけで、今回はですね、分解をするところまで進めてみました。まあ、この、問題はこの CD-ROM とフロッピードライブがちゃんと動くようになるかなんですけど、ちょっとまだわからない点が多いんで、まあ次回はですね、その辺の原因究明とか、まあ清掃、さらにこのフロッピーもまあ分解しないとわかんないんで、分解を進めていくという感じでやっていきたいと思います。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。はい、CD-ROM ドライブの開閉ができない理由がわかりました。ここに、ちょっと黄色っぽいギアがあると思うんですけど、これが、開閉を司るモーターなんですけど、このドライブはゴムレットを使わずにこうギアで、駆動してこの開閉をしているようなんですけれど、この黄色いギア、こう外側のギアはこのモーターと噛み合ってますよね。で、その黄色いギアの次、この白いギアと噛み合うのがこの黄色いギアの内側にあるギアなんですけど、そのギアの山が、はい、こう削れて、なくなっちゃってますよね。はい。ということは、このギアのパーツの劣化ということになるので、これはちょっと修理するにあたっては難しいところですよね。これと、まあ、同じギアをちょっと探してこないといけないので、ちょっとまた難しい問題が、はい、発生しましたね。